くお待たせしました。これよりオリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークス10回戦両チームの予定スターティングラインナップ並びに審判公式の組を発表します。まずは福岡ソフトバンクホークス1番セカンドベースは三森雅樹Go!
背番号37番レンスーダー中川圭太背番号678番ショートストーン紅林幸太郎背番号249番キャッチャー藤井トラ背番号23バファローズピッチャー宮城大弥背番号13そしてスタートのバファローズファン試合の審判は球審水口塁審一塁飯塚二塁土屋三塁田中公式記録員は本人で行います試合開始まで今しばらくお待ちください